とことんやりふむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略やっております。今回は16階から28階まで一気にやっていきましょう。どれがいいかと思うけども、まあまあ、なしでいいかな、とりあえずは。うん、軽減がないので、勇者の方が、まあ、エンチャント何もついてないけどね。いいでしょう。いきます。初めてのステージ。おお、まあまあ初めて。いや違うか、ちょっと待って、これ戦いにくいぞ。待てうーわ、ちょっとこれきつい。ちょっと待って、シュルカーは厳しいって。ああ、きついかも。ここちょっと待てよ、これ出し終わるまで終わらないタイプでしょ。いやー結構きついな。 OK、 行きましょう。まあ、虚無をね食らわないようにしとけばいいか。はいはいはい、ソウルサイス優秀。虚無、あっくねー、食らった。潜っちゃうとねやばいんだよな。まだまだなの。おいおいおい、きついきつい。いや来た、よし。まだか、まだ出るのか。よし、 OK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 。おお、ここ敵多すぎる。で、そこあいつ来るよね、来るよね。よし、 OKOK。 まだいるの。ああ、こいつらか。うわー、ここはきつかったな。うーん、シュルカーがいるとね、ほんと戦いにくいんだよね。あー、で森が新しくなる。もちろん森でしょ、これは間違いないよ。ちょっと待って、防具見てみよう。いや、いらん。 OK、 ここか。ここって結構出る敵がねえぐいんで、端っこまでまず行ったがいいかな。あー、端っこ行くのが正解かも。ここで戦うとクリーパーがねどうしようもなくなる時があるのよね。だから、うん、こっちで戦った方が間違いないかな。 OKOKOK。 あ、敵がもうどんどん湧くど真ん中にいたりするとやばいもんね。 OKOKOK、 いいよ、ナイス、勝て。敵が、うわ、ちょっと待て待て待て、クリーパー食らってる、隠れてやがった。うわ、全然見えんかったな。まあまあ、いけたからいいか。きつかった。でもこれほんとね、戦う場所よ。うん、なんか敵があんまりね囲まれにくいこの辺で戦うとか、うん、さっきのとこに行くとかしないと厳しい。あ、この上でもいいよね、この辺でもいいかもしんないね。いやー、きつかったな。クリーパー食らわなかったらまあ大丈夫だろうけど。あ、いいね、スケールクールダウンついてる。うんうんうん、 OKOKOK。 でボス、次ボスだね。ここはもうクールダウンでしょう。まあ他はとりあえずはいいかな。ダイナモつけるか。いや、でも、いや、つけよう。うん、ダイナモつけていきましょう。でここら辺からもうぐるぐる回ってね、貯めていけばちょっと安定すると思うので、
これかな。うん、弓だよね。オッケー、ああ弓のダイナモがリセットされてる。行きましょう。何が来る？2体1体どっち。まあまあドラ使ってダイナモで2発ザシュザシュってやればだいぶ違うんで。マジかマジか、ガストあっちかい。まあまあいいね、1体だけ倒してしまえればもう何とでもなるんで、いけるいける。できればガスト最初に行きたかったね。いやーまあちょっと失敗だけども、まあ勝ててよかった。はい、終わり。ちょっと倒す順番が反対だったね。ガストからが正解。おお、まさかのキノコがある。持っていこうか。パワーシェイカーもう74でパワー少ないのでキノコだな。オッケー。キノコ出るなんて。でもちょっと前もキノコ出たよね。あれ撃たないの。よし、怖い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 。ナイス。ちょっとちょっとちょっと危ないよ。初めてのステージ多いな。今回のタワー初めてのステージ多いよ。あ、そうか、そうだそうだ、あのクールダウンついてるんで。あ、シュルカーもいたんかい。ちょっと待て待て、シュルカーちょっと待て待て、きつい、きつい、おいおいおい、これきついよ。ちょっと待って、まずシュルカーなんとかしないと。ここまた上登んの。ちょっと待って待って待って、また上登るんかい。倒した？いやまだか。いや倒しにくい、めちゃくちゃ倒しにくいよ。よし、 OK。 で、うん、待って、シュルカーが回復しないんで、いけないよこれ上に。あれ、ダメだ、シュルカーがいないから、いけない上に。いやダメだ、積んだわ。ここはシュルカー倒すと復活しないですね。5分ぐらい待ってるけど復活しない。これ下に行ったりしても戻ってきてもダメだ、復活してない。下のね、下の階のシュルカーは復活するんですけど、上の階のシュルカーこれ復活しないよ。これ倒しちゃうと積むんだね。おー、ちょっと注意してください。うん、タワー出てからもう一度やり直します。まあこの回からだけどね。はい、それでは20回再挑戦ですね。まずはこれを上にやらないといけないんだよね。まずはね、まずはこれは絶対だわ。で、上で戦うとどうしてもね、シュルカー、壊しちゃうんだよね。なんで、ここで戦ったらいいのかな。ここで。まずはさ、ちょっと待って待って、きついきついきつい。あ、いやいや、シュルカー弾打ってくるわ。こうなるとちょいちょいちょい相当きついんで、ここむちゃくちゃ難しいぞ。このステージ、ここで上下に行きながらこう戦う感じがいいのかな。いやここ本当に難しすぎる。シュルカーを壊しちゃいけないっていうのが
あ、この辺で戦えばいいのか。とにかく敵を呼んでさ、この辺で戦っていけば、まあ、いけなくはないよな。矢を撃つと、長弾して敵を倒しちゃうんだよね。なんで、それもちょっとダメなんだよな。まあ、いいか。2体あるよね、シュルカーが。まあ、大丈夫だと思っときましょう。いるよね、シュルカー。いるいるいる、オッケーオッケーオッケー。あ、あそこにいるならオッケーだ。オッケーオッケー。これで、いけたね。よし、オッケーオッケーオッケー。まさかのシュルカー問題。よし、いけた。いや、復活しないとかやめてくれよ、本当に。めちゃくちゃ難しいじゃん。で、あとは大したことないでしょ、どうせね。終わりでしょ。いや、20回ここ難しいよ、やり方がさ。シュルカーを2回目のところは壊しちゃダメです。なんで注意して戦ってください。そのまんまいきます。は、お、いや、初めてじゃないな。うんうん、あー、待って、固まらないで。クリーパーがいるんで、ちょっと注意しながら行かないといけませんね。そのあたりだ。ナイス。あとはないかな。クリーパーだけちょっと注意してればいけますかね。硬えな。はい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 、はい、21回クリアでーす。ほうほうほう、花火。うん、でも単発で花火打ってもなー。あー、3800から5090。いや、でもクールダウンがないんだよね。こっちはあるか。でも近接ダメージアップがあるスケールは優秀なんだよね。このまんまいきます。で、海、とりあえずちょっと出終わるまでちょっと様子見ようかな。はい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 、ガーディアンいるのね。ガーディアンがいるわけね。これ水流に流されて敵勝手に落ちないかな。落ちないんだ。え、こんな、いや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 、俺たちが行くと相当流されるよどんだけ脚力あんのこいつら。すごいね、ここ流されないんだ。よし、じゃあ、いや、突っ込もうと思うけどもなかなか突っ込みにくい。いったれ。ちょっと待って、本当に動きにくいよ。待て待て待て、いや、厳しい。敵多、敵多すぎだろ。いやー、厳しいね。でもおしまいですね。うわ、敵多いよ。なんでちょっと注意して後ろから弓撃っていく感じがいいね。斧です。俺は斧が大好きです。で、商人、ユニークだね、最後は。バーストクロスボウにはね、多分お世話になると思うんだ。防具はね、まだ後で出る可能性もあるし、もうバーストだ。ナイス、ハンタークロスボウ。いいね。ソウルが、まあ、そのうち溜まるでしょう。溜まればだいぶね、攻撃力も上がるし。あ、で、ここが最近よくあるね。ここは最近よくある。よく見るやつだ。
違う。こっち、いや違うな。なかなか俺これ当たり引かないんですよね。運が悪いのかな、それともそういう仕様なのかな。はいはいはい、ちょっと待て。 OK OK、 いいね。ほど違う、こういってナイス、よし。で上に敵が何体かいて、おいおいおい、おしまいか。まだいるの？いや結構いる。いやキノコってほんと優秀ね。はい、24回クリアです。もうちょっとでボスですね。あー雷の矢筒、いやでもなー、悩むところ。ボス戦では絶対森だけども、こっちで行こうか、変えちゃおうか。うん、近接武器もあるし、キノコもあるしで、ボスは倒せるでしょう。大丈夫。おーい、はいはいはい、いいね、いいよ。はい、まさかのあの槍のやつが来た。パワーガードだったっけあいつの名前。よし、終わり。いやまだか。あ、いいね、ソウルがもうマックスたまりそうです。これでクリティカル率もだいぶ上がってるでしょう。よし、まだ、ああお前がまだいるのね。どこ行く？どこ行く？よし、問題なーし。6、7、8、あと3回ですね。張り切っていきましょう。まあ、いりません。次。なんかそこそこ戦いにくい場所がさ、最後に来るよね。おーい。おーい。嫌なやつ、嫌なやつですな。多いね、やたら来るけども。ナイス、クリティカル率すごい。うん、いい感じ、強いね。もう終わり。いや、もういい。ちょっと待って、多すぎない？いや、ここはね、雷の矢筒が正解だわ。オッケー。よし。ナイス。下、えぐかったな、敵。ん？あ、終わり？まだいる？こっち？あ、そっちか。はい、終わりだ。よーし。敵多い。あ、あー、うーん、ポーションバリアついてるな。クールダウンはないけどもポーションバリアがある。いや、こっちだ。うん、ちょっとね、攻撃力的には減るけども耐久力はね、ライフブーストと抜群だよ。うん、でサプライ、うん、入れるか。まあ、2入れときゃいいでしょう。で、俺こっち入れてなかったんだね。衝撃波と、そうね。まあ、弱体入れとけ。行きましょう。戦う場所だな、これは。はい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 。ナイス。いいね。痛い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 。
いいね、素晴らしい。やっぱり弓の性能は最高だ。長弾がすごい。やばいやばいやばい、跳ね返される。よし、あ、なんかすぐ終わったな、特に問題なく。このまんま行きますか。ダガーも面白い。でもいいや。え？なんか初めてなんか初めてだわ。リフレッシュ、あ、リフレッシュ意味なかったな。え、これさ、あいつだよね。これあいつだよね。マジで。初めましてだよ、タワーで。いや、戦いにくいな。いや、戦いにく。待って待って待って。いや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 、本当に戦いにくい。はいはい、まあ、いつかは出るだろうなとは思ってたけどさ、出たね。できれば、あ、いや、すぐ無敵になるわ。うん、オッケーオッケーオッケー。うーん、できればね、キノコは、いや、弓で攻撃した方が断然か。よっしゃ、チャンス。いや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 、ダメだ。いやー、減らせないね。これはちょっと減らせないな。ちょい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 、結構えぐない攻撃力がお前たち。おっしゃー、待って待って、これいっぱい持っていこう。あ、いや、結構すごいね今回のタワー本気だな。いや、まさか、まさかだ。よし、怖っ、はい、怖い。でもね、あの、このミニゴーレムもね、もう打ち止めになるし。よし、チャンス、いける。いや、そんなに減らせない。でもまあ近接でガシガシいった方がまだマシか。いやー、半分だねー。で、ちょっと待て、ちょっと待て、あっちにも1体いる。いやいや、横にも1体待機しとるし。オッケー、待機しちゃってるね、待機しちゃってるよお前たち。よし、おっ、ぶね、あー、やばいやばい、あっぶね、あー、ちょっと待って、俺ポーション使ったって使った、ええー、嘘。戻りました戻りました。とりあえず半分まで減らしたね。で、ゴーレムはなんかこの辺にこうはめてから倒した方が良さそう。うん、いや、当たってる？当たってるね、当たってる当たってる。いやー、もうさっきのはほんとミスったな。うん、もう TNT はもう取らないようにしよう。下手に取ってるとほんとに事故るんで、その TNT注意ね。オッケー。あー、めんどくさいこいつ。はい、いやー、ほんとにめんどくさい。よし、基本嫌で攻撃していく感じね。こいつ本当にめんどくさかったんだな。よし、
オッケー。ちょっと待って、お前も出てくるんかい。初めて出てきたよ。よし、もうちょい、多分あと2回開けば倒せるんだよね。あと2回。いや、多分ね、ダイナモとかそういうの装備したとしても一緒なんだよね。多分減らせる HP っていうのには多分限界がありそうな気がする。 OK、 よし、 OKOKOK、 戦いにくい。モーションバリア使って一気にいきたい気もするけども、あとあと残しておきたいのよ、モーションバリアは。うん、緊急用に残しておきたいので。よし、変に TNT 落とすからね、なんか取っちゃうよね。でもこれ取らない方が絶対 OK。 もう終わりだ。さっきのも本当にね、ポーションを使うのがもう少し早かったらもう倒してたはずなのよ。完全にミス。おい、 OK、 いける。ちょっと遅くなったな。間に合え。ああ、そう、よし、終わり。いやー、長かった。ボス戦長かったよ。クリアです。いやー、きつかった。なんだ、おいって全部ノーマルじゃん。全部いりません。はい、ということで、タワー更新されましたね。いや、これね、ボスがあいつならこれは周回できないわ。あいつはちょっとね、時間かかりすぎる。はい。まあ皆さんもね、クリアしてみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。